皆さんこんにちは。看護師として働く皆さん、退職を考えた時にどうすれば円満に辞められるのかと悩んでいませんか？退職理由の伝え方や職場との関係を円満に保ちながら退職する方法がわからないと不安ですよね。今回はその悩みを解決するための動画をお届けします。この動画では円満退職を実現するための成功キーワードと対策を私自身の実体験を交えて詳しく解説します。退職理由の上手な伝え方、退職前にすべき準備、そして退職後の計画まで具体的なアドバイスを提供します。最後までご覧いただくと、円満退職に向けての確実なステップを踏むための知識と自信を得られます。今回の動画を見逃さずに安心して次のステップに進めるようになりましょう。当チャンネルは看護師の皆さんが直面する様々な悩みやキャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス、職場の悩み、転職の際のアドバイスやヒントを提供します。気になる方はチャンネル登録しておいてください。また LINE では看護師さん向け電子書籍5大特典プレゼントが無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく。それでは本編をご覧ください。円満退職のための基本知識。円満退職とは？円満退職とは、職場や同僚との関係を良好に保ちながらスムーズに職場を離れることです。その理由は、退職後も良好な関係を維持することが今後のキャリアにとって重要だからです。例えば将来的に同じ業界で働く際に良好な評判が役立つことがあります。私の友人である A さんは、退職する際に上司に感謝の気持ちを伝え、引き継ぎを丁寧に行いました。その結果、退職後も職場の人たちとの関係は良好で、今ではそのネットワークが新しい職場でも大いに役立っています。円満退職を目指すことは、看護師としての今後のキャリアを考える上で非常に重要です。円満退職を実現するためには、退職のタイミングや伝え方、感謝の気持ちを示すことが大切です。円満退職の重要性。円満退職は次のキャリアステップにポジティブな影響を与えます。退職後も人間関係が良好であると紹介や推薦を受けやすくなるためです。これは新しい職場での採用やキャリアアップに直結します。 B さんは以前の職場での良好な人間関係を維持したまま退職しました。後日その職場の上司から新しい職場への推薦を受け、スムーズに転職することができました。このように円満退職がもたらすメリットは計り知れません。円満退職を目指すことは、単なる一時的な感情ではなく、長期的なキャリア戦略として非常に重要です。今の職場での評判が未来の自分にとって大きなアドバンテージとなるでしょう。看護師特有の退職理由。看護師特有の退職理由には、過重労働や人間関係、キャリアチェンジなどがあります。看護師の仕事は肉体的にも精神的にも非常に負担が大きく、働き続けることが難しいと感じる人が多いからです。またキャリアアップやライフスタイルの変化を求めて退職するケースもあります。 C さんは過重労働による体調不良を理由に退職を決意しました。退職前には上司にその理由を正直に伝え、引き継ぎをしっかり行いました。その結果、 C さんの退職は円満に進み、今では別の職場で健康的に働いています。看護師が円満退職を目指す際には、退職理由を明確にし正直に伝えることが大切です。その上で引き継ぎや感謝の気持ちを忘れずに示すことで、円満退職を実現することができます。成功キーワード、コミュニケーション。まず円満退職を実現するために最も重要なキーワードはコミュニケーションです。なぜなら、良好なコミュニケーションを通じて上司や同僚と円滑に情報を共有し、退職理由や退職時期に関する理解を得ることができるからです。私自身の経験から言うと、退職を決意した時にまず上司に相談しました。最初は不安でしたが、率直に自分の気持ちや理由を伝えることで上司も理解を示してくれました。特に上司が私の退職理由に共感しサポートしてくれたことで、退職プロセスがスムーズに進みました。このようにコミュニケーションを大切にすることで、円満退職の道が開けます。退職を考えている方は、ぜひ積極的に上司や同僚と話し合ってみてください。タイミング。 C
次に重要なキーワードはタイミングです。適切なタイミングを選ぶことで退職が円満に進む確率が高まります。タイミングを間違えると職場の混乱を招き、同僚や上司に迷惑をかけてしまうことがあります。また自分自身の将来にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、私が退職を考えた時期は新しいスタッフの採用が決まっていた時期でした。適切なタイミングで退職の意思を伝えたことで引き継ぎがスムーズに行われ、新しいスタッフもすぐに仕事に慣れることができました。このように計画的にタイミングを見計らうことが大切です。円満退職を実現するためには、自分の退職が職場全体に与える影響を考慮し、最適なタイミングを選ぶことが重要です。準備。最後に紹介する成功キーワードは準備です。退職に向けてしっかりとした準備を行うことでスムーズな退職が可能となります。準備不足で退職すると引き継ぎが不完全になったり、退職後の生活に支障をきたす可能性があります。適切な準備をすることで円満な退職とその後の円滑な生活移行が可能になります。私の場合、退職を決意してから退職日までの間に引き継ぎ資料を作成し、新しいスタッフへの指導を行いました。また退職後の転職活動や生活費の見通しも立てておきました。これらの準備をしっかりいったおかげで、退職後もスムーズに次のステップに進むことができました。退職を円満に進めるためにはしっかりとした準備が欠かせません。退職前に必要な手続きを確認し、計画的に準備を進めていくことをお勧めします。実体験談。私の退職体験。私は円満退職を実現するためにしっかりとした計画を立て、適切なタイミングで行動しました。退職は大きな人生の転機であり、職場との関係を円満に保ちながら円滑に進めるためには計画性とコミュニケーションが重要です。まず、私は退職を決意した時点で自分のキャリアプランを見直しました。次に、直属の上司に対して個別の面談を設定し、私の考えと次のステップについて正直に話しました。その際、感謝の気持ちを忘れずに伝え、円満な関係を保つ努力をしました。また、退職までのスケジュールを具体的に説明し、業務の引き継ぎについても綿密に計画しました。計画的に行動し、上司や同僚とのコミュニケーションを大切にすることで円満退職を実現することができました。退職理由の伝え方。退職理由は正直かつ前向きに伝えることが重要です。誠実で前向きな理由を伝えることで相手の理解と共感を得やすくなり、関係が悪化するリスクを減らすことができます。私の場合、退職理由として新しいキャリアチャレンジをしたいと伝えました。この際、現在の職場に対する感謝の気持ちを強調し、ここで得た経験が次のステップに活かせると説明しました。また、業務上の改善点についても建設的なフィードバックを提供しました。これにより上司や同僚からの理解を得ることができ、退職後も良好な関係を維持することができました。退職理由を正直かつ前向きに伝えることで相手の理解と共感を得やすくなり、円満に退職することが可能です。円満退職の成功例。円満退職の成功例として、計画的な引き継ぎと感謝の気持ちが重要なポイントとなります。退職時の円滑な引き継ぎと感謝の意を示すことにより、後任者や職場のメンバーとの関係を良好に保つことができます。退職する際、私は後任者に対して丁寧に業務を引き継ぎました。具体的には、業務マニュアルを作成し、1対1の指導を行いました。また、感謝の意を込めた手紙や小さなプレゼントを用意し、共に働いた同僚たちに感謝の気持ちを伝えました。このように計画的な引き継ぎと感謝の気持ちを示すことで、退職後も職場との良好な関係を保つことができました。計画的な引き継ぎと感謝の気持ちを示すことにより、円満退職を実現し、退職後も良好な関係を維持することができます。退職対策と準備。円満な退職を成功させるためには、退職前の準備、退職後の計画、退職時の注意点をしっかり押さえることが重要です。退職前の準備は円満退職の鍵となるポイントを整理し、退職後のスムーズな移行をサポートします。退職後の計画は、新たな職場や生活スタイルの選択を含む将来の展望を描きます。
退職時の注意点は、職場や同僚との円満な関係を維持しつつ、自己のキャリアや人生の方向性を考えることが肝要です。退職前の準備リストには、退職理由の整理、引き継ぎ資料の作成、職場への感謝の意を示す手紙の準備などが含まれます。退職後の計画では、新しい職場やスキルアップのための勉強計画、新しい趣味やライフスタイルの構築などが考えられます。退職時の注意点としては、感情的にならずに事実を伝えることや、後輩や同僚に引き継ぎのサポートをすることが挙げられます。退職対策と準備をしっかり行うことで、円満な退職を実現し、新たな一歩を踏み出す準備を整えることができます。これらのポイントを押さえ、円満な退職を目指しましょう。まとめ、退職を円満に進めるためには、退職前の準備、退職後の計画、そして退職時の注意点を抑えることが大切です。退職前の準備では、退職理由の整理や引き継ぎ資料の作成、感謝の意を示す手紙の準備が必要です。退職後の計画では、新しい職場やスキルアップの勉強計画、新しい趣味やライフスタイルの構築を考えましょう。退職時の注意点としては、感情的にならずに事実を伝えることや、後輩や同僚に引き継ぎのサポートをすることが重要です。これらの準備をしっかり行うことで、円満な退職を実現し、新たなステップに向けて準備を整えることができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。